家庭用ゲーム機で大人気になったロードランナーの秘密に迫るよ。まず、知ってる？ロードランナーは1983年にアメリカで生まれ、そのシンプルながら奥深いゲームプレイで世界中を魅了したんだ。金塊を集めながら敵を避けるこのゲーム、簡単そうで実は超難しいんだよね。そして日本でのファミコン版はなんとゲームのレベルを自分で作れるエディターモードが搭載されていたんだ。これが大ヒットの秘訣。自分の作ったステージで友達を挑戦させてどれだけクリアできるかなんてのがめちゃくちゃ楽しかった記憶があるよね。ロードランナーはただのゲームじゃない。想像力を刺激し友達や家族とのコミュニケーションを深める、そんな素晴らしい作品だったんだ。懐かしのロードランナーファンも初めて聞いたって人も、今夜はファミコンを引っ張り出してロードランナーで遊んじゃおう。